カウントアップお願い。こんばんは。本当に本当にお詫びしないといけないことがあって、今日ずっとカラオケ配信するって言ってたじゃないですか。私もほんまに楽しみにしてたんですけど、今コンセント持ってきてつなぎようと思ったら先がこれだったんですよ。でこのスマホこれがさせなくて、ごめんなさい。カラオケ配信はちょっとまた後日になります。本当にすいませんでした、ごめんなさい。すごく反省です。楽しみにしていた方ごめんなさい。本当にまた今度したいです。ごめんなさい、ありがとうございます、すいません。申し訳ない、悲しみ、ごめんね。ありがとう。やってしまった私は。後でお詫びでアカペラでよければ歌いたいですアカペラお話ありがとうございます。ちょっと鑑賞用に優しい、本当に味方泣けるよ。美味しいやつ、めっちゃ美味しい。じゃあアカペラに一曲歌おうかな。どうしよう、今日の終わりに歌おうかな。ちょっとね、最近ねちょっとカラオケにお母さんと行ってちょっと練習 してきたんですよ。小動物かワンちゃんユカタン見てるとユカタン半島思い出す。ユカタン半島ってイタリアにあるんですよね。私ね休憩生になってからめっちゃ言われて調べて、ここユカタン半島って言うんやと思って。何食べてるの？パックン、パックンかな。プリンセスがついてるやつです。ディズニーのキャラクター、あ、ディズニー出ちゃっためっちゃ美味しいです。なんか日によってメイク配信の回とかASMR をする回とかお料理をする回とかしたいなって思ってて、どんな回が皆さんいいですか？一口ください。あーんよかったの顔見えない、見えた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 。ゆかたんの料理配信、ゆかたんお料理できるの？できるよ、卵かけご飯作れるよ。え、でもなんかレシピがあれば作れるんですよ。レシピがなかったら本当に何もできないんですけど、レシピがあればできるので、まあちょっとね、たまにはゆかたんも女子力をアップを目指してお料理配信でもしようかしらなんて思っちゃって
伝説の目玉焼き、目玉焼きですよあれは。スクランブルエッグは学校に、小学校で家庭科の授業で、お料理の授業でやりました。いろんな犬のお絵かき配信楽しそう、いいね。私ミニチュアラックスフンド描きたいけど描けたことないです。おいしい、これカウントと一周するイベント頑張ろう、頑張ろう、ありがとうね、めっちゃ嬉しいです、ありがとう。こんばんは、こんばんは。チョコ私も食べよう。うん、皆さんは好きなデザートとかありますか？プリンとか。ユカタンはトマトが好きです。どんな配信が見たいかツイッターで募集してみれば。その手がありましたか、なるほど、そのためにツイッターがあるんですね。ほうほうほう、してみます。こんばんは、こんばんは。ゆかたん、ゆかたん、なになに。パイナップル、あーパイナップル美味しいですよね、わかる。なんだったっけ、パイナップルの、あ、そう、ま、丸ドンキあれじゃないですか、丸ドンキ、わードンキ。伝わるかな、わードンキ。あそこになんかハンバーグのデザート、ハンバーグのトッピングにパイナップルっていうのがあって、あれは果たして美味しいのかすごくないか思います、いつも行くたびに。好きなデザートはアイス。うん、アイス美味しいよね。ゆかたんも実はこの休憩の間にガリガリ君のパイナップル味を食べました。あれほんまに美味しくて、ガリガリ君ってあんまりなんか最近食べてなかったんですけど、久々に買ったらほんまに美味しくて、ほとんど毎日食べてます。あっさり感が何とも言えぬ甘さと、やばいです、パイナップル味の、うん、パイナップルだ。好きなデザートはアイス。うんうん、アイス美味しいよね、わかる、いくらでも食べれるよね。フォローしました、ありがとう。こんばんは、こんばんは。いちご大福、あーいちご大福、確かに美味しい、あれわかる。さ、牛皮っていうの、あれは牛皮って、なんで牛皮っていうのかな、牛の皮じゃないよね、あれさすがに牛さんの皮ですか、あれは牛皮っていうのは。牛皮のもちもち感が何とも言えの美味しさで、マジでほんまに無限に食べちゃいます。
噛みました。痛い。ハーブスのケーキ、あーモンブランとかですよね。私もめっちゃ好きです。あれ結構あれですよね、こう厚みがあるけど一瞬で食べれますよね、美味しすぎて。わかる、めっちゃ美味しい、あれやばい。じゃあまた食べに行きたいですね。美味しい。一緒一緒。トマトはデザートなのか。デザートだよ。シュークリーム、あーシュークリーム、わかる。あの一口食べた時のクリームがトローンってのがほんまにやめられないですね。無限に食べれちゃいますね。いいですか？いいですよ。柿の種、ピーナッツとあられ抜き。え？すごっ。初めて聞いた。それはあられ抜き。あられって何ですか。あられは、あられ、私あられって言われたらあられちゃん、あられちゃんが出てきます、頭の中に。あられってなんだ、調べてみますね。うんうんうん、パラパラですね。パラパラ。パラパラ、美味しいね。わかる。パラパラ。あのあられちゃん、あられちゃん可愛い。美味しそう。食べたいあられ味。おるる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 。またまた飛んじゃった。な、戻ってきた。こんばんは、こんばんは。悲しい時ステッカー持ってる。あ、くんですか？のステッカーですか？嬉しい。大切にしてください。本当にめっちゃ可愛いステッカー作っていただいちゃって。かわいい。嫌いなく。ひっそりと関東終了、かっこここへ。ありがとう、嬉しい、ありがとう、お疲れ様です、助かった。お、すごい、ここに出ていますね。消えた。ちょっとラグが発生してるから、なんか何もないところに封じしたかもしれないけど、一応ここにあのポイントが書いてたので、ふーって消しました。白桃が好きです。白桃が美味しいね。白桃。こんばんは、こんばんは。そうそう、皆さん書いてる。まるまるドンキ。私パイナップルトッピングする。美味しい。そうなんだ。すごーい。美味しいんだ。食べてみようかな今度。私いつもビビンバ味食べちゃうので、びっくり、あ、言っちゃった。セーフか、びっくりやから、びっくりまるまる言ったら。ビビンバ味美味しいですよ。キムチが乗ってて、パイナップル美味しそう。なんかそんな、
出して。ハワイアン的なハンバーグね。はい、ハワイアン的なハンバーグですね。美味しい。バール以外のバールのようなものってあるでしょうか。おお、バール以外のバールみたいなものある、あるかな。ガリガリ君は梨味が、あ、すごい、ガリガリ君は梨が好き。すごい、ガリガリ君、私も実は梨大好きです。パピコの梨味もめっちゃ好きで、あれは無限に食べれますね、本当に無限に。誰かの家には冷蔵庫には、誰かの家の冷蔵庫には山ほどアイスが入っていたな。いいな、食べたい。冷蔵庫に入ります。ASMR や、 ASMR です。遊びに来たよ、いらっしゃい。私は誰ですか、お姉さん。私の名前はゆかたんこと青原ゆかです。 NMB48 救急研究生 D チームのチープキリンです。チープキリンのチームの青原ゆかです。ん、字が違う。あれ、牛皮って牛の皮って書かないんだもんね。やばい。これ前もこんな話したっけ。前もしたね、これ。もしかしてしたね、したね、したわ、したや、したよ、したよ。待って、これ前も同じツッコミされた覚えがある。やっちまった。あれあれです、これはもう、はい、あれですね、難しい方の牛 でしたよね、確か。あ、そうそう。求めるに超えるですね。あー、間違えた、頭やっちゃったよ。牛の皮。違ったね、口内炎になっちゃう。痛い。たまに口の中噛むのある、ありますよね。なんかさ、一回噛んだらそこが腫れるから、またなんかうんって噛んで、あ、痛っっていうのを一生繰り返すみたいな。いつの間にか多分3回ぐらい噛んじゃってますね。19歳くらいで味覚変わりますよ。そうなんだ。ゆかたんはあと3年後、3年後くらいに味覚が変わるそうです。その段階でもしかしたらあれですね、めっちゃ急になんか豆腐が好きになったとか、そんな感じですかね。でも実は今の時点で結構あれなんですよ、枝豆とか好きで、冷やしトマトとか。だからあれなんですよ、多分大人の味覚なんです今も。デザートはケーキバイキングが最強説。最強かも。ケーキバイキングいいね。ゆかさん、こんばんは。あられちゃん。めっちゃ面白い。最近 YouTube でブレイキングナイン見かした。そうなんですよ、ブレイキングナインで初めてウーカさんとビーバーのモノマネを間近で見れたので、そしてめっちゃノリよくやってくださって、だからこそめっちゃ悲しいです、今回の卒業が。もうめっちゃなんか衝撃を受けました。えってなりました。
めっちゃ今今めっちゃなんかこのこれが残りラストの一粒だったのでめっちゃ一点を集中しながら食べてたかもしれない。なんてこった、赤舌かわいいね、かわいいかわいい、頑張ってください、頑張ります、ありがとう。はじめまして、今は二人だけの姉妹対決、本当にお姉ちゃんどうですか、バトルしようぜニコニコチータニコニコください、うん、ウィンク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 、おお、特技にしようかな昔はお姉ちゃんのお飾りの服が、あ、お下がりの服が多かったんですか。あ、確かに、うん、でも結構今はそうだな、今も結構お下がりっていうよりかは一緒に何て言うの、一緒に使ってることが多いです、共有してることが多いです。でもその分着れる服とか私のなんか意外な、なんか私の何タイプっていうんですか、なんていうの、好みのブランドじゃない服とかも着れたりするんで、そこがすごくいい点だなって思います。黙々配信ゆかたんの毎朝食べてるチョコパン気になるんだけど、あー確かに、しかも今朝配信遅くてもさ、あのもう夏休みやから10時ぐらいに起きてもそっからチョコパン食べたらあれか、朝配信ってことになるか。じゃあ今度もしよければ朝とかに配信するときにちょっとチョコパン食べよっか、見せますね皆さんに、私の毎朝食べているチョコパンちゃんを見せたい。試験です、皆さんいらっしゃい。ちょっとじゃあ一旦ギフトを書いていきたいと思います。みのりさん、かき氷とソフトクリームありがとうございます。わー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 、みつきちゃんラブレターありがとうございます。マーボーハートありがとうございます。チョコついてないかなもう前のドーナツ配信が蘇りますね。ちょっともぐもぐ配信したらあのチョコ食べてていいってやったら、ま、歯が真っ黒だったんですよマリナさんハートありがとうございます、ありがとう。トッキーさん、かき氷とソフトクリームとサーティワンアイスクリームありがとうございます。私これ見て思ったんですけど、これサーティワンのもう一つの方、ポッピングシャワーじゃないですか。あのサーティワン行った時絶対ポッピングシャワーのアイスを食べるんですよ。愛してやまないです。もうかれこれ小学1年生ぐらいの時から食べてます、多分メイビーほんまに愛してやまないんですよ。ちょっと首が、うん、ちょっと首がちょっとあれかも戻ったちょっと寝違えりそうになったよいしょ。こうぞうさん、ビーチボールありがとうございます。ビンゴさせちゃうよ、ビンゴあ、トッキーさん、ビーチボールありがとうございます。トッキーさん食べて、ありがとうございます、食べます、おいしい。ようちゃん、タコ
こさんありがとうございます。ありがとうございます。トッキーさんかき氷ありがとうございます。お、キャプテンタカさん、昼間ありがとうございます。キャプテンタカさん、お花束ありがとうございます。富士さん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ボボボボボハートいっぱいありがとうございます。構造さん、構造さん、構造さん、ソフトクリームとかき氷ありがとうございます。あ、ハートもありがとう。まあ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 、はぁ、ちかえさんかな。ちかえさん、かわいい、ありがとうございます。あ、かわいい、ありがとうございます。おお、犬ちゃん、犬さん、犬さん、かき氷とソフトクリームありがとうございます。ね、まさしさんの字書けるかな。まさしさん、おお、まさしさん、かき氷ありがとうございます。あ、2種類のかき氷ありがとうございます。お、 HFZZ さん、 HFZZ さん、ソフトクリームありがとうございます。ペロペロって何ってな。ペロ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 しちゃおうぜ、ペロペロしちゃおうぜ、ペロペロペロ謎のペロペロタイムに入っちゃいました。すいません。ユッキーさん、ハートありがとうございます。ありがとう。よいしょ。ハクリンさん、ソフトクリーム、あ、違う、サーティワンアイスクリームありがとうございます。これ勝手にサーティワンって言ってるけどさ、実はさ、違うとか言おうじゃろ、もしかして。マーボーハートありがとう。カネピーさん、流れ星ありがとうございます。カネピーさん、ビーチボールもありがとうございます。ビーチ。ともすけさん、ともすけさん、かき氷ありがとうございます。ありがとう。いっちーちゃん、ハートありがとうございます。ありがとう、ハート。あ、ともすけさん、ソフトクリームありがとうございます。ちょっとね、だいぶね、仕方が分かってきましたね。だいぶだいぶ、よかったよかった。明日は順調に進めそうです。よかった。スーパーサブ48さん、ソフトクリームとかき氷ありがとうございます。ありがとう。あ、さっきさん、皆さんお昼からね、来てくださったりしてる方がいっぱいで、ありがとうございます。お、ちょっと間違えちゃったね、ソリソリ。さっちんさん、サチーや、サチンさん、かき氷ありがとうございます。そしてソフトクリームもありがとうございます。あ、そしてサーティワンアイスクリームもありがとうございます。おいしそう。ちょっとね、いつもね、ちくわドーナツさん、よいしょ、ちくわドーナツさんのね、空がね、ひょほんってなっちゃうんですよ。ごめんなさい。ちくわドーナツさん、たこさん、ありがとうございます。ありがとう。しんくん、かき氷の旗とだるまさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。
炭酸せんべいさん、こっちからこっちにしたらいいのね。こうやってやらずに、こっちが、こっちの方が見やすい、ね、炭酸せんべいさん、かき氷のどうぞ、ありがとうございます。いただきます。マーボーハートありがとうございます。ありがとう。うお、アニミラクス、あ、シゲヤンさん、シゲヤン、シゲヤンさん、かき氷ありがとうございます。わーって言ってやってましたね今。アイミラクルさん、アイミラクルさん、かわいい名前ですね。アイミラクルさん、お、みが、みがてんてんてんみたいになっちゃった。よいしょ。アイミラクルさん、ソフトクリームありがとうございます。かき氷もありがとうございます。KOG さん、食べてありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。あ、カネピーさん、サティワンアイスクリームありがとうございます。マッキーセブンさん、ソフトクリーム、あ、アイスクリームありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとう。でもさ、明日になった、ありがとう。うわー、うわー、ちさやちさん、あ、ふわちさやち、書いちゃった、ふわちさやち、ふわち、ふわち、ふわちさやちさん、かき氷ありがとうございます。美味しそう。すよさん、かき氷どうぞ、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。皆さん、よいしょ。見てください、おー、見て、ちょっと袋みたいになった。ほら、ちょっと景色、消えた。おっとっと、なほっぺさん、ソフトクリームありがとうございます。KOG さん、かき氷ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ではでは、一旦締め切り、ありがとうございます。消えた、消えたね。そう、お顔についちゃってたから、よかった、消えて。でもここはここでさ、ちょっとほくろっぽくてセクシーですね。びっくりだった。マーカーをさ、おみきりピョーンっつって、ちょっと焦りましたね、一瞬。ごめんなさい、てんなちゃんが考えたサイです。ごめんなさい、ピョーン、こんばんは。思い込みは大事やで。そうですね、思い込みは大事ですね。ちょっとあちち祭りですね今は。ちょっとこういうシーンありそうです。わあ。CM とかのなんかよくあります、風吹いてわあみたいな。遊びに来たよ、ありがとう、みんなありがとう。お姉ちゃんは今日は今から配信かな。え、待って、ちょっと消えてる、やばい。なんか、あ、そうだ、今日は
ペラで歌歌おうと思ってたけどね、何がいいかな、 1.5 ハーフ、いつものライブバージョンで歌うと思ってたんですけど、もう夜だね。そうですね、もう真っ暗ですね外が。さ、あの最初私がやった時は多分5時半だったので、まだ外が明るくてこのライトがなくてもね結構眩しく映ってたんですけど、あの日の光で窓からの、今はもうここをつけないとね真っ暗になっちゃうのでこんな感じ、ほら暗いわわー、カラオケ来る、カラオケしようかな。そう、あのねイヤホン、私ちょっとね線のプラグを間違えたもので、ちょっとまたあのその音カラオケショールームの音バージョンは後日になるんですけどね。じゃあちょっと歌いたいと思います。え、めっちゃシュールですよね絶対ちょっとシュールになっちゃいそうだけど許してね。いけるかな。年齢的に22時までですか。そうです、22時までです。どうする、どうしようかなんかね、でもあ、カラオケは後日で今日おしゃべりでもいいよ。本当に後日の方がいいか、逆にあんまりにも修理になっちゃうかな。なんか皆さんが本当にもうどっちがいいかみたいな方であのしたいと思います。ありがとうございます。あ、50カウント終わりました、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当に協力してくださったおかげでとても嬉しいです。チープキリン、めっちゃチープキリンって名前かわいい。本当にあ、今日はおしゃべりにしよう。そうだね、じゃあ1が歌うで2がおしゃべり、どっちがいいか投票します。てけ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 て、1はおしゃべり、ん違う待って、1が歌うで2はおしゃべり、1が歌うで2はおしゃべり、1は歌うで2はおしゃべり1は歌う2はおしゃべり、1は歌う2はおしゃべり、1は歌うで2はおしゃべり、1はでもアカペラだよ2はおしゃべりのんびりしゃべろう、1はのんびりアカペラ歌う、歌うときは音楽は今度流すよてけてけてけてて、あ、もう歌ってる、ほんまに歌ってる歌ってた、これ歌ってるね、やだじゃあ1は歌うで2はおしゃべり、両方投げたじゃあ締め切りまで10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、でれれ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 チリーン、あ、おしゃべりがギリギリ勝ったすごい、 53.5% がおしゃべりで1位の歌うが 46.5% でしたあれかな、もうすでにおしゃべりしちゃったからかなあ、間違えた、歌ってたからかな、ごめんじゃあおしゃべりしたいと思います。残りの皆さん、残りの皆さんじゃない、残りの時間も皆さんとのんびりお話ししたいと思います。はい、 100% の純粋、これは純粋というのかどうなのか、言うのかどうなのかなんかそうですね、今日はでも今日は実は自転車に乗って、まあ、そこら辺を走っていたんですよでも暑くてちょっと溶けるかと思いました、暑さでトローンと。ゆかたん、この時間配信できるのは強いな。そうなんです、
最近ね16歳になったのでお誕生日を迎えて、なのでこの時間にできまーす。わーい。そう、そこらへん、そう、そこらへんをちょっとねリンリンリンと走っていたので、そう、でも皆さん結構もう暑いと思うので水分補給とか気をつけてください。お水はちゃんと飲んだ方がいいですよ皆さん。そうやな、明日コラボ配信とかもしたいけどね。あ、ソフトクリームあったので食べました。コラボ配信誰かとしたいな。実はね今日嬉しいことにね、ある先輩さんからお誘いをいただいて、遊ばへんって、幸せすぎて。また後日そのどなたの先輩かは言います。幸せだ。気をつけます、気をつけてください。かわいい、ありがとう。このピロピロちゃんがさすごく気になっちゃうんだけど、でも心にはね短すぎるの。おお、前に出たらなんか長くなってるし、後ろやったら、戻った。気をつけます、先輩呼ぼう。そうですよね先輩、誰気になる、先輩気になる。皆さん気になってる。そうそうだね。でもなんか普通にその遊びにご飯行かんみたいな感じで、はい、もうゆかたんやばいです。もうそんな心臓の音が声から出そうです。もうドクンドクンで自分で言っちゃいそうですね。緊張っていうか、緊張っていうよりかもう何ドキドキですね。普通にもう楽しみ、嬉しみ、ちょびっとの緊張みたいな。もうやばい、ほんまに嬉しい。ゆかたんと一緒に暮らしたいです。一緒に暮らしたら毎日遠吠えしますよ。それは嘘です。おお、新規のハートへのり少女はいつだって最強、歌ってるこれ。近重さん、近重さんじゃない。近重さん面白いね。違う違う。うん、浴衣を買います、買ってください。めっちゃ面白い、ちょっと近重さんがツボですね。いやいや、でも全然そのほんまに先輩です。先輩のヒントください。ヒントか、ヒント、優しい。優しいし可愛いし、ほんまに大好きな先輩です。うわ、お姉ちゃん来た。ねえお姉ちゃん、ちょっと来てよ。もう配信終わったの？もう、うん、まだだよ。え、今配信してんの？うん、次9時55分から。あ、ちーたん、じゃあ5分だけ出れるで。あ、じゃあじゃあ、お姉ちゃん9時。あ、あかんわ、これはライバルやん、この人。何してんのよ。あ、そう、いつものさ、自分のさ、うん、キスしたらさ、嫌がるのやって、うん。これずっとやってるの。姉ちゃん登場。アンパレシマイディスです。画用紙取りに来たよ、この部屋に。え、画用紙、画用紙。あ、そこ、あなんか偵察に来たのかな。偵察に、偵察に参りました。スパイか、君スパイか。でも姉妹でさ、全然さ、なんかお互い言ってないよな、それぞれのチームのこととか。うん、一回も喋ってないよな。言ってない、お互い。ちょっとね、これはライバルなのに。今回ワンちゃん一緒になるかなってさ思ったけど、うん、ならんかったな。そやな、今回なると思ってたんやけどね。うん、うん、今回はならんかった。今回こそ一緒になると思ったよ。それな、それな、それめっちゃ思った。さすがにでもさ、またなったらもうさ、うん、これは100やらせだってね、言われちゃうから。いやでもほんまにこの前のさ握手会をやらすじゃないんですよ皆さん。そうやね、ほんまにちゃんとくじ引いたんですよ。すごいよね、2回もだよあれ。ほんまにそう、埼玉も大阪も一緒やってんな。うん、びっくりしたよな。せ
ヘタン祭の時に言ってた PS キスしたらキスするのやめてね。並んだら似てる。似てますか。お姉ちゃん今日コメント見た、ツイッターに、うん、よろしくねキスってた。うん見たよ。見ただから若森ゆかのとこにリップしたやん。ええ知らんかった。なんで気づいてへんの。自分の自己紹介のところ。うん送ったで。見てない。嘘やん。姉姉です、こんにちは。分かった、やり返したらダメだな。やり返さないよ。それは寝てる時だけだから。僕はこうやってってやるのは聞きましたか。寝てる時 にやります、うん、こっそり。自分からさやるくせにやられるの嫌いよ。のち、うん、一番かんよ。だから寝てる時にする。こんばんは。ねえねえ、んあのさシータン、ツイッター DM 開けちゃってるらしい。え、そうなの。うん、閉じないとか。だからそうで今ファンの方が教えていただいて、うん、でも若も全然ツイッターわかんなくて。ほんまにツイッター、うん、ほんまに未知すぎてちょっと勉強しよう。二人で頑張ります。若も DM とか全然わかんない。咲かせられるんだと。わらわらわら癒される。え、結局アカペラ配信したの。うん、の投票したらな 53.2% ぐらいでしゃべりが勝った。めっちゃおもろい。アカペラはやっぱあかんってことやんか。もう恥ずかしい。しかもさね、やっぱ音楽あった方がいいですよね、うん、皆さん。さすがにさ、うん、ちょっと気まずいか。うん、いやだってカオスやで。だってさ例えばさジェネチンやったらどうすんの。トゥル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 から始まんの。さすがに嫌やか。さすがにちょっと気まずいって見てる方。うん、ジャーンジャーラルジャーイントロ長いやつ。ジェネチンジェネチン。よかったメンバーに注意したい子いる。ほのぴーに最近これやった。やってんの。したらほのぴーさ、うん、わーってやってきて、その後ほのぴーもやってきた。めっちゃおもろい。めっちゃおもろいな。さすがやわ、ほんまに。そのうちこれされるようなんで、多分。ほんまに。うん、みんなゆかの対処法分かってきたら。あらま、ポンちゃんにやってみよう。ポンちゃん、うん、ポンちゃん、ポンちゃん絶対さキャーって言う。絶対可愛い反応するわ、うん、確かに。キャーチーターチーター。ほんまに可愛いわ、やばいな。じゃあちょっと若はちょっと次の準備に参る。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。画用紙。バイバイ。バイバイ。いっちゃった。めっちゃ面白かった。ちょっとあれが普段のあばら姉妹です。50カウント完了しました。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。画用紙、そう、なんかするみたいですね、お姉ちゃん。何するんだろう。めっちゃ楽しかった。面白いね、やっぱね。いいですね。スパイに来てたね。スパイなのかな。偵察。ドキドキですね、それは。ここはユカタの部屋なんですよ、一応。だからお姉ちゃんはお姉ちゃんの部屋でして、ゆかたんゆかたんの部屋でって言ってました。ほんまはいつもするところ多分皆さん場所が違うって思ったかもしれないんですけど、いつもはお姉ちゃんの部屋で実はやってるんですよ。ちらちら。よいしょ。今誰がやってるんですかね。結構みんなやってるのかな今も。でも高校生メンバー多いからやってるよねきっと。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。なお21時21分45秒。お、了解です。みんな配信してるね。そうなんだ、わかった。まさか絵を描くんですかね。お姉ちゃんの絵はすごいですよ。そうですね、結構仲良しかもお姉ちゃんとは。
生誕祭の装飾があるのが浴衣の部屋になったね。そうです。日清も配信中。日清もか。あ、ちょっと一旦じゃあギフト読んでいこうかな。お、ポキー、たくさんペンライトありがとうございます。ありがとうございます。マリナあとポキーさん、ポキちゃん、ポキちゃん可愛いよね。マリナあとポキーさん、ありがとうございます。プキとはユキノのことです。あ、ヨッシーさん、あれ、よしよし、よし、よしよしよしさん、だるまさん、ありがとうございます。タックさん、タックさん、タックさん、ありがとうございます。よしよし、よしよしよしさん、だるまさん、ありがとうございます。ありがとう。たくさん、サーティワンアイスクリームありがとうございます。ポッピングシャワー大好きです。たくさん、ソフトクリームありがとうございます。ヨッシーさん、だるまありがとうございます。たくさん、結婚してありがとうございます。結婚しましょう。たくさん、ハートありがとうございます。こうぞうさん、こうぞうさん、食べてありがとうございます。食べます。しんさん、しんくん、しんくん、ありがとうございます。あ、結婚してありがとうございます。しましょう。マーボーかわいい、ありがとうございます。ああ、ちょっとしちゃいそう。しんくん、だるまさん、ありがとうございます。ハートもたくさんありがとうございます。しんくん、ひーくん、ハートありがとうございます。ありがとう。しんくん、ハートありがとう。はくりんさん、はくりんさん、ありがとう。ちょっと待ってね。あ、待って、ソリソリ、はくりんさん、ソフトクリームありがとうございます。ちょっとね、ここじゃね、手がね、押せないんですよ。反転してるから。ありがとう。よいしょ。マーボー、マーボー、ハットありがとうございます。ハクリンさん、ソフトクリームありがとうございます。ペロペロしちゃおうぜ。ペロペロしちゃおうぜ。甘えてやろう。あ、じゃあそろそろランキングを見ましていきたいと思います。13位、マーボーありがとうございます。12位、ともすけさん、ありがとうございます。12位、あ、間違えた、11位、富士さん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、ひろにこにこマークさん、ありがとうございます。ありがとう。9位、みのりさん、ありがとうございます。ありがとう。近所に響きそうなぐらいの遠吠えです。8位、さっちんさん、ありがとうございます。ありがとう。7位、まさしさん、ありがとうございます。ありがとう。6位、かねぴーさん、ありがとうございます。ありがとう。5位、喜怒哀楽さん、ありがとう。4位、こうぞうさん、ありがとうございます。ありがとう。そして3位は、しんさん、しんくん、ありがとうございます。そして2位は、ようちゃん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位は、トッキーさん、ありがとうございます。ありがとう。イエーイ。じゃあどんな絵にしましょうか。今日は初日お疲れ様、ありがとうございました。本当にもうね、皆さんのおかげでこんなにも楽しい配信になりましたよ。3時間って結構ね、あるように感じたんですが、本当に皆さんとおしゃべりしてたら一瞬で過ぎちゃってね、1時間かあっという間過ぎてびっくりです。お姉ちゃんがスパイに来てくれたから、お姉ちゃんかな、
了解です。お姉ちゃん書きます。ありがとう。よいしょ。お姉ちゃん今日参ってたか、髪の毛。お姉ちゃんお姉ちゃんわかったわかったお姉ちゃん書いたイエーイ。ポイントはこの巻き巻きヘアです。そしてなんだろう、この眉毛と目と鼻と口と輪郭ですお姉ちゃん描いた。あと服は今日こんな服着てたんです。実はあんまり映ってなかったけど、配信上半身しか映ってなかった。白いね、ワンあのスカート着てたんです。で上はアディダスの黒色の服です。テリーンありがとうございます書きました。わーい、ありがとう。ワンワンが吐くによる。わかった、ワンワンが吐くです。ワン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 ありがとうございます。はい、ということでね、今日はありがとうございます。毎回楽しみにしてるね、ありがとう。初日お疲れ様、ありがとうございます。あー楽しかったではでは、今日もおやすみなさい。また明日元気に会いましょう。イエーイ、ハッピーギャルー、バイバイ、ありがとう。